どうも皆さんこんにちは、水色です。今回はエルデンリングの本編から本編への最速周回っていうのは、まあおそらくね、こんだけ経ってるので皆さん確立してると思うんですが、本編終わらせた後に DLC に行く、まあ、手っ取り早いルートみたいなものを、多分最速はもっといい方法があるんですけど、まあ普通にスタートしてこのルートで行くと、まあ比較的早く段取りよく行けますよみたいなものを、ちょっとやってみたので、まあ流れをね紹介できたらなと思います。最速はおそらくバレーイベントでまずモーグイン王朝、そしてラダーンを倒さなきゃいけないので、まあラダーンに行くっていうところなんだけど、で今回のルートは一応、バレーイベントでのモーグイン王朝侵入と、あとはレアルカリアから乙女人形の方行ってアルター高原の祝福解放、そして、火に焼かれた廃墟からラダーンへのボス戦と、でその後にモーグ倒して、いざ DLC へというルートで来てます。バレーイベントにゴドリック必要でしたよね、確かね。まあ、なのでちょっとその辺が曖昧なんですが、一応順序としては流れを、作ってみたので、まあ、もっといいルートがあったらねコメントでぜひ教えてもらえたらなと思うんですが、ひとまず、そんな感じでルート取りをしてみました。でですね、周回する前にやっておくべきこととか知っておくべきことっていうのが、まあ、本編と同様なんだけど、本編とはちょっと違ってね、あるので見ていきましょう。まず、周回する前にやっておきたいことなんだけど、まあ、強化石を購入しておきたいっていうのは、ひとまず、まあ、本編と同様にあるのかなと思います。武器がたくさん追加されているので、武器をね、たくさん強化したいよという方は、まあ、鈴玉の納品が一つ手間になるので、先にね、買える分だけ買っとくといいんじゃないでしょうか。で続いてがですね、DLC のコンテンツっていう話なんだけど、雫の妖精、生まれ変わりですね。こちらが9個あります。夜限定で9箇所あります。この後一緒にね、ちょっとムービー見せちゃうんですけど、まあ、これら取っておくのが、まあ、周回するならおすすめかなと思います。で、古竜岩の、探石が8個。古竜岩の模色探石が6個あります。で、あとはハカスズラン大輪が6個と、レース型スズランの大輪が3個あるらしいです。こっちはね、ちょっと不確定なので、古竜岩の方はちょっと場所今からマップで見て、雫の妖精に関しても9個。ちょっと動画で見せていこうと思います。まずですね、ちょっと今周回してまだ何も回れてないんで祝福の目印がないんですが、ひとまず、まずね、墓地平原スタートで、一つ目が、沈めの柱。ここにある場所ですね。ここは柱坂中腹から登ってきた先にある塔の上の宝箱から一つ。あとはですね、火事遺跡シリーズでそれぞれ落ちています。まず一つが、ここ。溶岩島の火事遺跡。ここの奥の祭壇で一つ。そして、古遺跡の麓から上行ったテウルの火事遺跡で祭壇一つと、道中に一つあるので、ここで二つ取ることができます。そして、ここ、コイン鉄の火事遺跡で最奥で一つ取ることができます。で、そしてね、竜の穴。ここですね。こっちかな。柱が坂中腹から下下ってきた竜の穴。ここの溶岩竜が隠しボスみたいなんでいると思うんですが、ここでも一つ取ることができます。あとはギザ山ですね。こっちからぐーっと行ってもらって、この辺に中腹があると思うんですが、中腹でまず一つ取ることができて、ギザ山のセネサクスが、ちょっと場所をこれで見るのも難しいんだけど、この道中にいたと思うんですが、そこでも一つ取ることができます。そんな感じで、古竜岩の探石は8個、ここで取ることができて、で、模色探石も若干被るところがあるんですが、墓地平原スタートで、まず大橋の北にいる霊炎竜。で、そして青海岸にいる、こちら青海岸の下行ってもらっている霊炎竜。そしてモース廃墟から下に下っていくといる、この辺りにいるかな、確か。霊炎竜。で、同じくギザ山の中腹あたりで、一つドロップ習得することができて、で、同じくまたセネサクス討伐で一つ。あとはエニルイリムの道中、螺旋島の付近で一つ。この辺に螺旋島がありますが、一つ習得で一つ取ることができるので、合計6つとなっています。雫の妖精はですね、ちょっと実際に自分が行った時の過去動画も用意しているので、お見せしておきます。
で、そしてね、この最終強化素材がっていう話の次にですね、知っておくべきことのシリーズなんですが、エイジュ過去形の周回は継続することができるので17段階で、周回するよとなっても、続きあと9個くらい集めればエイジュの破片もカーストまで行くという流れになっています。さあ、ということで、早速見ていくんですが、今回ひとまずのルートというところで、先ほども言ったけど最速ではおそらくないので、コメントとかでね補足していただけるとより早くね周回できると思うので、よろしくお願いします。
はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、最速ではないかもしれませんが、40分ぐらいでね、これでも来れてるので、自分の中では割と満足のいくルートです。あとはまあ、コメントとかでね、補足いただければ、まあ、見てくれる人も助かると思うし、自分もまあ3周目やるとき助かるので、よろしくお願いします。まあ、以前ね、コメントとかで、どういう風に回ったらいいとか、あと、配信とかでも聞かれたので、自分的にもね、ちょっと、あやふやだったので、改めて調べて、一通りルートをね、通ってみました。もともと最速ルートにバレーイベント乗せただけなので、知ってる人はね、非常に簡単に回れると思うんですが、復帰勢とかのね、ちょっとお役立ちになればと思います。はい。ってことで、参考になったらぜひ高評価もよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。